今お話がありましたように、少しタンパク質を中心にデータ統合をどうするかって話を畑中がいたします。じゃあお願いします。こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターに4月から就職しました畑中と申します。実は3月までは私タンパク質の立体構造決定 NMR とかですね、 X 線結晶解析とかそういうのを実際にウェットの実験も含めてやっていたんですけれど、その4月からちょっとこういうデータベースをまとめたりつなげたりということを特にタンパクの分野についてある程度知っている人間が関わってみようかということで、関わり始めました。で生物物理学会の会員も学生時代からずっと会員なんですけども、そのデータについては先ほどの川本も申しましたように、生物物理学のデータというのは少しまた特徴がありまして、何と申しますか、そうですね、いろいろいろんなデータがあります。スペクトルとか、それから立体構造とか、そういう数値のデータですね。それからあるいはシミュレーションとかも考えていきたいんですけど、それから画像とか動画ですね、電子顕微鏡の3次元再構成した像とかですね、あるいは例えば一部の生理学の方でしたら自社医療とかいっぱいお持ちなんじゃないかと思いますけれども、そういうデータには非常に多様性がありまして、特に配列やテキスト以外のいろんな種類が非常に豊富だということはあると思います。それから数値のデータとか動画のデータとか、サイズも様々で非常に巨大なデータも多いということが言えると思います。でそういう場合には例えば先ほど川本からもありましたデータをまとめてダウンロードとかいうことについても、あまり巨大なものはダウンロード難しいですし、多様なデータ流通方法が望まれるというふうに考えまして、それで特にやっぱりこういう状況ですと、なんていうか一律の扱いではなくて、内容をよく知った上で必要ならですね、元々のデータベースのデータにデータに関するデータというかメタデータを流通のために付加しまして、それでなんていうか必要な人は必要なデータにアクセスできるようにしていくという、中身を知るということが必要かなというふうに、私の立場からは考えておりまして、また同時に言えることは私たちだけではなかなかできないことが多いですので、データを生み出す側の方々の協力が非常に重要になるというふうに考えております。それでデータ流通のための複数の仕組みと書いてありますけれども、ちょっといろんなサービスを先ほど申しましたように、いろんなサービスを DBC データベースセンターから置いてあるんですけれども、その中でちょっと取り上げてみたのは、データベース単位で見ていただくものと、それからデータベースの中の最小単位とは申しませんが、エントリーとか、あるいはURL というかページというか、あるいはレコードと申しますか、そういう単位で見たりすることと、ちょっと分けてみまして、それでデータベースカタログ、先ほど申しましたデータベースカタログというのは、注釈というかですね、とか分類とかで探すという操作をするものですが、今日お話したいことの一つはデータベースアーカイブと申しまして、探したり見つけたものを丸ごとダウンロードして、そしてダウンロードするその場をサービスしたいということが今日お話しする一つです。それからもう一つはエントリー単位のことについてキーワードで探すということを、先ほどデータベース横断検索でたくさんのデータベースの間で中でキーワードでエントリーをあちこちから探し出してくるというふうな横断検索をご紹介しましたけれども、何と申しますか、それだけではいろいろちょっと思うところがありまして、タンパク ID というかタンパク質でやファミリーでまとめてみるような、そういうタンパク ID によるデータベース検索という横断検索ということをお話したいと思います。まずそれでデータベースアーカイブについてお話しします。ちょっと時間もありませんので少し簡単にというかで、そうですね、データベースをとにかくダウンロードブルにしたいということです。でそうするといろんな活用の仕方、特にデータマイニングとかそういうバイオインフォマティシャンがいろんなデータベースを作った方とはまた全然違うようなアプローチで使ったりもできるようになりますので、そういうふうに業者側には大きなメリットがあると思いますし、それから生産者側というかデータベースを作っておられる方にはですね、こういうことを介してより多くの人に使われるようになるということが多分実感していただけると信じています。またもう一つがこちらの方では望む限りは保全をいたしますするつもりですので、長期にわたる保全が容易になるというふうに言える。そのためにはまずダウンローダブルにしていただかないと移せないので、そういうふうにお考えください。で、ということで、これを実現するために研究者の方々からデータベースを寄託していただく、他の方に使えるように置いていただくということは、ポイントで、もう一つはそれをとにかくダウンローダブルという、フォーマットをある程度ちょっと変えさせてもらって、それでダウンローダブルにして、そしてあとですね、それだけを見てあとやっぱりインターフェースとは別に切り離すことになりますから、利用者が使えるようにメタデータを付加し、そして公開するということです。ちょっとここは飛ばします。今これ実は今年から始めているような状況で、それでまだ17校なんですけど、それでも結構急いで頑張っております。それでそうですね、23皆さんおなじみかなと思うものをご紹介しますと、例えばこれはイーストインタラクティブプロテインズデータベースとなりますが、伊藤先生から酵母のですね、2ハイブリッド法によるタンパク間の相互作用をまとめたデータベースでして、これが丸ごとダウンロードになる、しかも最近のアノテーションもつなげたような形でもダウンロードできるというふうな状況にしております。また、そうですね、これはなんていうかマクロファージの分解活性化に関する創設などからパスウェイを情報を抽出しまして、それをグラフにしたものをあるソフトで扱えるような形のデータにしてデータベースとしてダウンロードできます。それからこれは後でお話ししますが、光合成に関係したデータベースです。あとまたちょっとそうですね、こんな感じで、あとそれからまだどんどん実は追加しようとしておりまして、近日中に公開できるかなと考えているものがこれぐらいで、そうですね、例えばこれは光合のなんていうか変異体についてですね、なんていうかイメージ処理して、それで形に関するさまざまな情報を抽出した非常に巨大というか、すごいデータベースです。それからこれは重原子理研配合からの重原子データベースでして、X線結晶解析の中で重原子が送付されて、それで送付されてますけど、それの情報を収集して、そして実際に重原子動形置換とかの実験を行う方に役に立つようなデータベースを作られてるんですけども、そのデータをなんとかダウンロード分にしようとしています。それで使い方をまず簡単に説明したいんですけども、トントンとちょっと字が小さいのは気にしないで流れを見ていただけるといいと思います。で最初に先ほども川本が申しましたトップページ、ライフサイエンス .dbjp からですねスタートしまして、こういうページからスタートしまして、ここに、アーカイブというところがあって、生命科学系データベースアーカイブサービスというところに行けます。でそうすると説明のページがありまして、その中でデータベース一覧というのはこっちやこっちにありますので、そこを、クリックすると、そうすると、データベースの一覧がこのように出ます。でこの中で名前をご存じなければ必要、探したりも情報を見たりもしていただくことになりますが、名前をご存じでしたら、例えばフローロームっていうのを、ダウンロードしたければフローロームっていうのを見て、でこのダウンロードっていうところをクリックします。そうすると、このような画面に来まして、でこの中でデータベースの中でもいくつかのそのデータセットというかそのファイルが置いてありますので、その中で必要そうなものをこうダウンロードしていただくということになりますが、まず最初に利用許諾を読んでいただきたいと思います。でそれはこんな感じで、確認ができます。これについても後で申します。でそれで今度はそれを見た後で戻っていただいて、でファイルをもう一遍クリックしますと。そうするとOK を求められます。で利用許諾について、OK をすればダウンロードが始まって、でダウンロードが完了すると。この場合は時間に対して傾向の強度が変わっていくんですけども、それの10回ぐらい、10回とか5回ずつ実験したものを載せてあります。でそうですね。あまりこう抽象的なというかですね、私も含めて、私結構植物的な人間なんで、データベース一つ取り上げてちょっとお話したいと思うんですけども、これはフローロムっていうそのデータベース、今申し上げたもので、どういうのかと言いますと、そのシアノバクテリア、昔は卵巣と言いましたけども、光合成のモデル生物ですね、卵食細菌、あるいはシアノバクテリアと申しますが、それの変異体の蛍光強度、これはですね、暗いところから明るいところに移すと、そうすると光合成を始めるんですけども、その光のエネルギーを全部 100% なんていうか化学エネルギーには変換できないので、余った分とかは蛍光になってこう出てきます。でそれがその、代謝系がですね、今までその暗い状態にいたので、だんだんこう代謝系をそれに明るいところに合わせていくんですけども、その過程でその蛍光強度が増えたり減ったりするんですね。でそういうふうなデータについて、しかし変異体でワイルドタイプ野生体と変異体を比べるとそのパターンが変わります。で変わりますのは、それはちょうどお医者さんで聴診器みたいなのを想像されるといいんですけど、こう何かすると音がこう微妙にパターンが違うと、そうするとどうか病気かなというふうに考えるのと同じで、その代謝系がどっか詰まっていると、そうすると光のエネルギーがまた無駄になったりそうでなかったりしますので、そういうパターンが変わってくるということです。とにかくそういうデータベースで、ただこのインターフェースであると、まず変異体をこう検索するということから始めまして、で変異体がこう見つかりますと、この場合はフェルドキシン、チオレドキシン、オキシトリラクセースの変異体で、そうすると、この時系列データがこういうふうにこの野生型で黒なんですけど、変異体ではこう赤いような、そういう、時系列のパターンになるというふうになります。それでこのパターンと、似たような変異体を探すという、そのインターフェース用意されてまして、でそのようなリストがこのように分かります。でこれをですね、アーカイブしたつまりダウンロードして、でそれを何かこうちょっとしたソフト、統合 DB と我々がそういう名前で用意しておりますが、そういうデータベーステンプレートに載せてちょっとこういろいろやってみますと、そうするとこのような感じで、つまり言いたいのは表形式のデータに、した形で置いてありますので、こうおざくりがこうなります。でこれで、そうですね、メリットはいくつかすぐに分かっていただけると思うんですけど、これは今注目している変異体で、こちらはその他の変異体で、そしてそれと似ている、ある指標で似ている順番に並べてあるんですけども、どこが似ているか、例えばこれの場合は早いタイムスケールでは、似てないんですけど、なんか遅いところで似ている部分が出てくるとか、それどの部分で似ているかとかが分かりますし、それからあるいはそうですね、新たに類似度っていうかですね、どの部分が似ていることを抽出するような、そういう指標を用意して、それでその特徴を持つ変異体を集めたりとか、あるいはそうですね、同じキーワード、ここに変異体の遺伝子のタンパク質の名前が出てますけども、これで検索したりして、そのパターンをざっと見ることができます。ということで、驚きながらダウンロードした状態が何かできるっていうのは感じていただければと思ったんですけども、実際にそれを今度は逆に利用する側ではなくて、データベースを公開する、ダウンローダブルな形で公開するまでの流れについて簡単にご説明します。でも一応まず連絡どちらからかしていただくか、あるいは我々から声をかけることもありますが、連絡しまして、その後ごく簡単な審査、そのデータベースがですね、ちょっと私たちの目的に合っているかどうかとか、あるいはその、第三者のその知的財産権を侵害してないかとか、そういうことを簡単に見まして、それで利用許諾について検討いたします。これ相談をして、そして、いいということになりましたらメタデータを作って、そして公開という、詳しくは帰宅応募要領というのはここにありますので見ていただければと思います。で利用許諾の設定につきましては、その法律に詳しくなくても手間をかけずに設定できるように工夫しておりまして、クリエイティブコモンズというところのその表示継承2.1.2 本というのを利用しています。これはどうしますか、その、いくつかのその表示とか継承とかそういうものを条件を組み合わせることでその許諾を作り上げるようなことができるライセンスシステムでして、非常にこう、分かりやすく、しかも私たちはテンプレートをこういうふうに用意していますので、これでよければこれにデータベース名とか助け機関名とかを入れていただくことになります。それから、メタデータの作成、これはデータベースについての説明、いろんなことについて説明を加えまして、さらにデータベースの各項目の名前がその実際にはどういうものであるかというのをこう、一応その相談しながら作っていきます。でこういうことでなんていうかですね、データベースアーカイブシステムサービスというのを私たちは用意しておりますので、ご興味を持っていただけたらと思います。次に、ちょっと時間も来ておりますけれども、そのタンパク ID についてによるそのデータベース横断検索ということでお話しします。ちょっとまだ開発中で名前もありません。でこれは先ほど川本から申しましたそのキーワードによるデータベース検索横断検索というのを、ちょっとお見せしておりますけれども、そのテキストデータを探すには非常に強力なんですけれども、そのでしかも国内のデータベースをものすごく大量にカバーしてまして、その辺は非常に強力ですが、やっぱりタンパクデータベースについてはちょっとそのタンパク質 ID での選択をしたいという気持ちがあります。それは皆さんスイスプロットとかイリプロットとかそういうものに慣れてるんじゃないかと思いますけれど、そのタンパク ID についてそのまとめられた画面にそのここにデータベースをいろいろとリンクを作ってもらうことで、私たちはたくさんの情報をタンパクごとに見ることができます。でそういうふうな形で、そうですね、の形でもその国内のデータベースをその扱っていきたい。タンパク ID でまとめられたその国内データベースのエントリーを見られるようにしたいと、そういうことです。でこの流れはその皆さんご存知だと思いますが、例えばアレルゲンとかいうキーワードを入れますと、そうすると検索してタンパク質のリストを入れます。タンパク質のリストからその必要だと思うものをクリックすると、そういう画面に行くわけです。で同じように必要なことは、国内のデータベース群に対してこれあらかじめそのデータベースごとに各エントリーにそのタンパク質の ID を付加しておきます。 ID を付加しておく、これの作業をやっておけば、そのキーワードからタンパク質の ID を見つけて、そしてそれを使って一連のデータベースのエントリーを引っ張り出すことができると。そして、出来上がるのはちょっとまだ開発中というプロトタイプですけれども、そのこのような、画面、これはそうですね、例えばそのプロニットというその核酸とそのタンパク質の複合体の相互作用のデータベースとか、プロナップもそうですが、それからプロサームというのはその変異体の熱比較データとかですね、そういうものについて、この P53 ヒューマン、人の P53 というタンパク質に関するエントリーが、各データベースからこのように引っ張り出してこのざっと表示することができるわけです。つまりタンパク ID ごとに各種データベースのエントリーの一覧ページを作ったということに相当すると思います。でこのようにすればユニプロットなどに収録されてない国内のタンパク質データベースへの入り口を新しく作ることができて、皆さんからも他の外部からもここに参照することができます。で、今付加標としているデータベースのは大体これぐらいで、その配列のデータベースやドメインのデータベース、実態構造のデータベース、それから、機能極材ですね、それから発現、相互作用、用語解説、こういうもので昨日 EM ナビゲーターの方とお話ししたりもしましたが、そのあるいはプロサムやプロニックの方とも普段からお話しておりますけれども、こういうその、今青いので示したものはすでに収録済みで、当座やろうとしているのはこれぐらいです。で、さらに調査を進めて、年度内に40個ぐらいこうつなげていきたいと思っていますので、その際には皆さんのご協力をお願いしていきたいと思います。で、少し時間が来ましたので、飛ばしまして、はい、インターフェースはちょっとまだ検討中で、またお話できると思います。で、最後に皆様へのお願いということで、まずは使ってみてください。そして、ご意見をいただければ、いろんな形で取り込んでいけると思います。特にサービスに含めてほしいデータベースなどは私たちも非常にありがたいので、ぜひおっしゃっていただけるといいと思います。それから、データベースをお持ちの方々へ特にお願いがあるんですけども、まずダウンローダブルにできるような規格をご検討いただきたいと思います。それからエントリーについては先ほど単額 ID での検索ができるような前提としてエントリーに単額 ID を付加することが必要ですので、それについて何かご検討いただけたらと思います。ちょっと時間が来ました。これで